さあ、いよいよ準々決勝最後の試合を迎えました。近畿の吉田咲選手、宿川学院高校、宿川の文字が見えます。そして赤、近畿地区代表、こちらは松尾紀子選手です。白、関東地区代表、松尾紀子選手。赤い帯が吉田咲、白い帯が松尾紀子。どうなんでしょう、山口さん、はい、松尾選手まだここまで本来の力ができてないように思うんですがね。そうですね、まあ、松尾選手比較的スロースターターといいますか、はい、まあ、弱い選手とやっても苦戦をするんですけれども、はい、そうかといって調子が悪いかというとそうでもありませんで、強い選手とやっても力を発揮する選手なんですよね、はい、ですから一概にこう調子がいい悪いとは言えないと思います。先ほどの3回戦初めてもう終了間際でしたが横四方固め一本勝ちで進んできました松尾です。以前より体重が少なくなった松尾のり子ですが、まあ、その分筋力トレーニングに非常に力を入れたという話をしていました。非常に積極的な柔道を特徴にしています関東の松尾紀子。現在東海大学には女子部員が5人と増えました。この松尾選手が入学した頃には当時は東海大学女子部員がいませんでしたが、ようやく今年は5人になったという話をしていました。まあ、そういう女子部員のリーダーとしての自覚も出てきました松尾選手です。去年の高校チャンピオンの吉田咲、やはり組手では松尾選手の方がいいんですけれどもね、はい、そこから技がちょっと出ないですね、はい、3年前に準優勝した松尾ですが、あの3年前ほどの勢いというのがこの 1,2 年ちょっと感じられないんですよね。そうですね、やはり78キロということで、まあ、この体重無差別の大会ですと少しちょっと軽いかなという気もしますし、はい、先ほどから言ってますように少しやはり重量級相手ですと技が軽いという感じがしますね、はい、少しウェイトトレーニングをしているということですのでね、その持っている力を技につなげるようなやっぱり練習が必要でしょうね、はい、非常に今年は高校生の活躍の目立つ大会ですが、そのうちの一人吉田咲選手、宿川学院高校です。このやはり頭を落とされてますんでね、吉田選手は思うように技が出ないですね、はい、本当はここから背負い投げに行きたいんでしょうけれども、頭を落とされてるんで首が回らないんですね。なるほどね、今年の大会から山口さん奥襟を取ることが許されるようになったんですね、この大会はね、はい、この大会は申し合わせ事項として奥襟を取っていいということになりました、はい、残り1分になりました。この奥襟を取っていいということは随分変わってきますか。そうですね、やはり上背のある選手には有利だと思います。はい、特にこの大会は出場する選手がもうすぐ世界につながっていく選手たちですから、はい、世界へ出ていきますとほとんどの選手が奥襟を取ってきますんでね、やっぱり必要なことだと思います。残り時間がもう36秒、ご覧のように両者に有効以上のポイントはありません。ここまでのところは特にポイントはないんですけれども、やはり組み手勝ちしている分松尾選手の方が若干有利という感じですね。
さあ残り10秒です。勝ってなんとか田辺先輩ともう一度対戦したいというのが松尾選手の希望です。試合終了です。この試合も旗の判定に持ち込まれました。白旗日本松尾ベスト4進出です。そして念願のあの3年前の決勝戦と同じ田辺選手との対戦を準決勝で実現しました松尾典子。これで準決勝の組み合わせは第1試合が鈴木香織選手と佐藤明子選手、第2試合が田辺陽子選手と松尾典子選手という対戦になりました。